回転を搭載した最終状態の E58E54 型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、霊式小型水上偵察機を搭載する潜水空母である。巡戦を継がた改めにとも、本艦級の潜水艦は全部で3隻建造され、1944年に、竣工し、以後第58潜水艦を除いた2隻は、太平洋戦争で戦没した。 主として、回転特別攻撃に従事した。最大の戦果は、以後第58潜水艦による、米中巡洋艦インディアナポリスの撃沈である。本型が、お津型潜水艦の最後の型となった。丸つい計画で計画された、お津型潜水艦は、計画番号 S37C 都市7隻が、計画され3隻が、横須賀海軍交渉で竣工、残りは、 建造取り留めとなった。本型は戦時急増をさらに進めた型である。手記は工作用意な漢本式22号10型に改めたため、出力は低下し速力も17.7ノットまで低下した。主電動機も生産が困難となったことから、今までの約半分の出力のものにされた。ただし、手記の重量低減分、 燃料搭載量が増加したこと、また、手機の燃費が良くなったことから、航続距離は増大した。使用鉱材は生産性の悪い DES 鋼は、司令塔のみとし、船体内閣は、南鉱材の MS 材に変え、板厚を厚くすることで対応した。これらにより2年以上かかっていた、建造期間は1年8ヶ月ほどになっている。改めご計画で計画された、お型潜水艦。 計画番号 S49A のうち14隻をオッツ型改めにとして建造する予定だったがすべて建造取り留めとなった。E58 の発射間室魚雷搭載数は今までの17本から19本に強化された。22号電弾と逆弾は春工時より装備していた。航空機は春工時期から搭載していないと推定される。また最終巻となる e 十八は 回転搭載に備え 14cm 砲を搭載していなかった。本型3隻のうち E56 と E58 は1944年末に観光部に回転4機を搭載 14cm 砲は撤去された。1945年になり全部の航空兵装を撤去しさらに2機の回転を搭載した。E54 は1944年に アゴー作戦に関連してニアン島への輸送任務が、ウイジンで、早1号作戦に降応し、フィリピン東方へ進出したが撃沈された。五56は、フィリピン東方へ進出1回、その後回転作戦に2回従事したが、沖縄沖で米駆逐艦に撃沈された。五58は、回転作戦に3回従事、終戦直前に、 アメリカ海軍の従順洋艦インディアナポリスを撃沈する戦果を挙げた。戦後、アメリカ軍に処分された。巡航した E54 型潜水艦は、訓練部隊である第6艦隊第11潜水船隊に編入されて、訓練の後、第15潜水隊に編入された。ありがとうございます。